市場ですと。公爵は東洋で窮地にあったのをお忘れですか。あの時私が孔明先生を我が主君に引き合わせ、心を一つに曹操を破りました。後に周瑜殿が慶州を取ろうとした時も、私が思いとどまらせた。龍騎殿が亡くなられれば慶州を返すと約束され、私が受け合ったのですぞ。ここで保護にされては国に帰って何と言えばよいのです。これでは主君も都督殿も許してくれません。私は良いが、呉が武力に訴えることになれば、その時は公爵も慶州におられなくなり、それこそ天下の笑い者となります。天守を盾に100万の兵を率いた曹操すら意に介さぬのに、周瑜殿など。どうしても面目が立たぬというなら、正史を書くというのはどうでしょう。しばらく慶州を借り、我らが他に足場となるところを得た上で呉に返すのです。いかがでしょう。しかしどこを得たら慶州を返していただけるのです。中原平定はまだ無理ゆえ、まず劉璋の聖戦を手に入れようと思います。聖戦を得たならお返ししましょう。ではお願いします。聖書をお書きください。はい。死刑殿。今回は孔明先生にも受け任を。孔明先生、これにお名前を。はい、それでは書きましょう。しかし、私はこちらの者、果たして確かな受け人となれるでしょうか。どうです、死刑殿も書かれては。それなら孫権殿も信じるでしょう。そうしましょう。公爵は仁義を重んじられる方だ。間違いありませんな。向こうに戻られたらくれぐれもよろしく。孫権殿がお疑いになり、これを受け取られなければ私も遠慮せず81州をいただきます。何、死刑殿なら心配はいらぬ。我々は仲良くいたそう。曹操に笑われぬようにな。私は人がいいので辛い役ばかりだ。さあどうぞ。ご主君、奥方様のご容体が。お戻りください。
ここは誰かに任せて、早くあちらへ。失礼。どうぞどうぞ、お構いなく。死刑、孔明に諮られたな。さようなことは。借りるなど、ただの口実だ。よいか、聖戦を取ればだと。10年取られば10年返さぬ。こんな生死、何になる。しかも署名までするとは。このままでは、そなたはただでは済まんぞ。玄徳殿が騙すとは思えませんが。劉備は所詮天下の共有、孔明は謀略に長けている。二人ともそなたのようなお人よしではないのだ。だが、死刑、心配するな。そなたは私の恩人だ。かつて兵を起こし、そなたの郷里を通りがかり、兵糧を求めたとき、快く米を分けてくれた。あの恩を忘れはせぬ。そなたが困っているのに黙っているものか。先ほど知らせがあった。劉備の妻、韓夫人が亡くなり、葬儀の準備をしていると。見ておれ。必ず孔明に慶州を返させる。